んは、アナナです。非常にこのいい紹介をされまして、そういう感じで迫っております。ちょっと最初の歌、難しい歌なんですけども、フォークの本質に迫る歌といいますか、永遠回帰説というんですが、ニーチェの永遠回帰説なんですけども、無から始まってこの無に帰すという非常に難解な単語を使っておりますので、静かに聞いていただきたいと思いますが、別名アガトンボというんですが。赤とんぼ、赤とんぼの羽を取ったら、アブラムシ、アブラムシ、アブラムシの足を取ったら、柿の種、柿の種、柿の種に足をつけたら、アブラムシ、アブラムシ、アブラムシに羽をつけたら、赤とんぼ、あの根の根、あの根の根、あの根を取ったら、の根、の根、の根にあの根をつけたら、あの根の根、あの根の根、あの根の根をあんねに変えたら、あんねがね、あんねがね、あんねがなければできちゃった、できちゃった、できちゃったのは赤ん坊、赤ん坊、赤ん坊羽をつけたら、赤とんぼ。どうもありがとうございます。そういう感じで、赤とんぼの歌というテーマソングのような歌です。非常に有名なあの音なんですけれども、関西中心にローカル的にやっておりますが、今日から、関東へ進出ということで、非常にこの泉谷が怯えておりますが、そういう感じで、頑張ってみたいと思います。せっかくこの関東へ進出しようと今日張り切ってきたんですけども、ちょっと楽屋でごちゃごちゃがありまして、今日で解散公演記念になるんじゃないかという感じで、あの音は今日をもって解散しますので、今日は解散記念コンサートという感じで、なぜかと申しますと、非常にこのこっちがちょっと今日は楽屋で燃えましてね、差し入れが多いんですね、こっちが。なぜかというと、花束とかね、アイスクリーム30分たったら食べてくださいっていうのは、アイスクリームをね、バッとこう持ってきよって僕には全然ないので非常にやばいというので、彼はもうソロでデビューすると、そろそろソロでという感じで、非常にこの独創的でありますので、彼はソロでやりたいというんですが、彼の名前は原田信郎というのですが、名前がなんとなく昔、ずっとだいぶ昔になりますけれども、おりましたね、吉田拓郎ですか、ああいう人がおりましたけれども、あの名前に似ているというところからこういう世界に入ったんですけれども、彼が非常にこの今日はソロでデビューしたいということで、彼のナンバーでだいぶリバイバルで昔なんですけども、覚えておられる方はないと思いますが、旅などという歌がありますので、あれをぜひこの機会に初めて東京の皆様に聞いていただきたいということなんで、僕はあんまり好きじゃないですが、非常にもうよろしい、とにかくやってみたいと言いますので、やらせてみたいと思います。浴衣の君はすすきの感じ
ぽいね。これで解散はやめにしまして、非常にこの彼は喜んでると思います、どんどんやっていきたいと思います、彼はそういうことなんですけど、僕も非常にこのソロでそろそろ行きたいなという感じなんで、非常に僕の尊敬している人がいるんですね。僕は郷ひろみを尊敬しておりますが、そういう感じで非常にあの人は素晴らしいな。先日もこの京都でコンサートがあったんですけども、コンサートの楽屋へこのファンの方が来られたんですね。わあ、サインしてとかいう感じでね、非常に向こうではローカル的に人気ありますので、サインして、わっ、めったにない機会ですので、僕はすぐしたかったのですが、ぐっと我慢して、あ、うるさいな、サイン会、週刊誌をパッと持ちまして、週刊誌をパッと見たんですね。運悪く週刊誌の裏に郷ひろみの写真があったんですな。キャー、めちゃくちゃになりまして、女の子サイン忘れて週刊誌だけ持って帰りましたが、そういう感じで僕は非常にこの郷ひろみちゃんを、何と申しますか、彼女ではね、彼を非常にこの敵のこもった尊敬をいたしておりまして、そういう感じで協力してもらいたいと思うんですが、ぜひ僕も。君たち男の子、ゴーゴー、協力が得られないので、非常にこの東京の人は冷たいという結論が出そうなので、僕はね、この東京へ来る前に非常にこの東京の人というのは怖がって、なんというか日本足で歩くんかなという感じが非常にこの怖かったんですけども、なんとなく赤とんぼで笑っていただきましたので、あ、これは一応まともな人間だなという分かったんですけれども、そういう感じで次の歌なんですけども、あのねのねの歌で、下が回っておりませんが、あのねのねの歌で、さよならの歌という非常に格調高い歌がありますので、さよなら、もうこういう歌を歌いますとこう帰りたくなるんですが、それでも帰りませんが、さよならの歌という歌を聴いていただきたいと思います。僕のお嫁さんになる人は今どこにいるのだろう。あ、僕のお嫁さんになる人は今何をしてるだろう。あ、僕のお嫁さんになる人の顔はどんなだろう。あまちまりなら良いけれど、京塚雅子ではちょっと困る。あ、僕のお嫁さんになる人のおっぱいはどんな形だろう。大きくて母音なら良いけれど、ほってんとっとじゃちょっと困る。あ、僕のお嫁さんになる人の赤ちゃんはどんな顔だろう。あ、僕に似てたら良いけれど、他人に似てたらちょっと困る。あ、僕のお嫁さんになる人も時にはおならをするのだろうか。ちっちゃなおならなら良いけれど、大きなおならならちょっと困る。あ、僕のお嫁さんになる人のおならはどんな匂いだろう。音のあるおならなら良いけれど、音のないおならならちょっと困る。ほなら皆さん、さようなら。そういう感じでやってみたいと思います。非常にこの今日は緊張いたしておりますが、夏も過ぎましたので緊張かとり線香、非常に有名なあの夜がお送りします。あの夜の非常に有名な歌でありますが、魚屋のおっさんの歌というのがありますが、拍手が来るともしかしたら知ってる人が 2,3 人いるんじゃねえかと思いますが、知ってる人は黙っててください。非常にやりづらいので、歯車に手を挟まれたギア。
魚屋のおっさんが死におった魚。魚屋のおっさんの歌でした。こういう感じで、やっておりますが、再び、やってみたいと思うんですが、今非常にこの全員が拍手したという感じでしたので、今日は非常に気分良くいたしまして、新曲を発表したいと思います。めったにやらないんですけれども、今日はアンコールにお答えいたしまして気分がいいので、新曲で、土建屋のおっさんの歌というのを。経済的に非常に、苦しい生活をしておりますので、サラの灰皿よこせ言うたのに使い済みでありますか。やってみたいと思います。土建屋のおっさんの歌というのを。土建屋のおっさんに怒られた。ほらそこ土建屋。土建屋のおっさんの歌です。全員が拍手をしていただいた時には新曲発表することにしたいと思います。最後になりますが、氷屋のおっさんの歌というのをやってみたいと思います。あのおっさんに怒られた。あ、こりゃ。アンコールもうよろしい。明かりが当たれ。非常に挨拶だけまとまっておりますが、お母ちゃんパンツ破れた。またか。お父ちゃん毛が抜けた。またあげ。お父ちゃんなんで僕に弟言いひんの。お前が早寝へん酒や。こういう感じで、2チャンネルでお送りいたしました、ね。そういう感じでございまして、再びこの今日は2チャンネルでお送りしたいと思いますが、あなた、あそこに見えるあの赤いネオン、あれ何のネオン。あ、あれは連れ込みホテルの光だよ。いや、連れ込みホテル。ほんなあの横にあるあの青い青い赤と黄色の俺、あれは、あれも連れ込みホテルの光だよ。連れ込みホテルの向こうの方にあるギンギラギンのあのネオンは、あれも連れ込みホテルの光だよ。であの連れ込みホテルの中ってどないなってんの。ここと同じだよ。ニューフォークシンガーでございまして、落語家ではございませんけれども、いろんなことをやっておりますので、最近はこのぐらいやらなければ泉は食えないという感じでございますので、非常に必死でやっておりますが、引き続いて、今度はワンチャンネルで行ってみたいと思いますが、はい、お母さん、私も絶対に青山タワーホールなんか行かへんわ。あんた青山タワーホール行かへんで、また男の人にお尻でも触られたん。そうよ、それも7回座席変わってやっとよ。やるでしょ。歌ってみたいと思いますが、非常にここでずっとおりますと、ずっとこういう感じで終わりますので、非常に皆さんはフォーク見に来たんか、ラグも見に来たんかわからなくなりますが、早速歌ってみたいと思います。その入ってますね。そういう感じで僕たちは非常に歌を歌いたいんですけれども、今日はいろんな方がここへ見られているという感じなんですが、ちょっと時間的に遅くなりましたので、帰られた方もおりますが、帰られた方は非常に損したんじゃないかと思いますが、そういう感じでいろんな方見えられまして、僕は思うんですが、この中におそらくこの関西からえげつない軽犯罪法に引っかかるような歌を歌うグループが来るので、警察の私服の方が
一人入られたということを受付から先ほど聞きましたけれども、非常にこの関係会だという感じでやばいんですけれども、僕たちの歌の途中で席を立たはる人がその人ですので、ぜひあの石なんかぶつけてやってほしいと思います。石がないばその肘掛けを取ってバッとぶつけてほしい。それでもうトイレ行く人はみんな血だらけになりますが引き続きまして、出血の歌というのを一遍やってみたいと思います。これは出血サービスとよくパチンコに書いてありますが、ああいう感じの血が出ると書きます。その歌を今からやってみたいと。あなた痛いわ、血が出てきたわ、早く抜いてよ、あばらのトゲ。出血の歌でした。いよいよ大詰めに迫りまして、最後の曲をやりたいなと思うんですが、僕たちもこのずっと立ってやりますので、たまにはこの椅子を使ってやりたいなという感じなんですけども、椅子を使いますかと言われたんですけども、椅子と断りまして非常にしょうもないんですが、やっぱり使いたいというか、立つより座る方がいいという感じで座ってみたいと思います。たまには真面目な歌を歌いたいなと思うんですが、僕が真面目な歌を歌いますと言っても絶対信用してもらえませんので、相棒にちょっと喋らせてみたいと思うんですが、僕たちあのこういうことをやり始めてからちょうど1年になるんですけれども、この1年間でいろいろなステージとかで大勢の人の前で歌えたらいいなとか初めは思ったんですけど、で東京で歌えたらもっといいなと思ったんですけど、実際に今日歌えて本当に嬉しいんですけど、あの前からの友達で本当のこう親友というのがこの間電車の中であったんですけど、なんか僕がこう別の人間になったみたいな感じで見られるんですね。それで寂しい気持ちになったことあるんですけれども、それでは最後にパーティーは終わったよという曲を聴いてください。一人一人僕の周りからおともなく去ってゆき、僕は窓の外の暗闇を何か色あせて、野原には風が巻き起こっている。パーティーは終わったよ、パーティー終わったよ、パーティーは終わったよ、友よパーティーは終わったよ。
みんなそれぞれ欲しいだけのケーキを切り取り、ぶどう酒を腹いっぱい飲みながら、褒め言葉や優しい言葉が交わされたけれど、笑顔は泣き顔に、やがて恨みに変わっていた。パーティーは終わったよ、パーティーは終わったよ、パーティーは終わったよ、友よパーティーは終わったよ。あなたは背中を曲げて闇の中を進んでゆく、人々のあざける声がかすかに聞こえてくる。過ぎ去ったものは夢のようにどこにもありえない。あなたが愛と思っていたものは今はもう愛ではない。パーティーは終わったよ、パーティーは終わったよ、パーティーは終わったよ、友よパーティーは終わったよ。今日は本当にありがとうございました。遅くまで。僕たちこれからまた東京へいろいろやっていきたいと思いますけれども、渋谷とか新宿とかそこしか知らないんですけれども、そこでまた会ったら気軽に声をかけていただきたいと思います。泉谷と違うところはその辺だと思いますので、非常に庶民的に迫りたいと思いますので、気軽にあのねのねとかスケベとかいろんな風に声をかけていただきたいと思うんですが、そしたら僕たちもなんやドスケベといろんなことを言いますので、またきっと東京で会えると思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。